嘘もおこりんです。今回も知恵の借り物やっていきましょう。今回ですね、こちらラネールさん家にお邪魔してますということで、1階から B4 までね、これ地下にどんどん潜っていこうかなということで張り切っていきますか。で、何やらここのトゲトゲ、これキラキラしてるんで、なんかあるんか、あるんちゃうか。あ、かぼちゃやな。はいはい、何やら、あー、なんか風か電気か。電気やったらね、私これがいるんですよ。スパーク、スパーク関係なしか。で、こっちにもなんかあるから、これ多分溶かせるんやろうな。まあ、そんな、そんじょそこらの火じゃ無理やから。うわ、これなんかめっちゃぴったりハマりそうやのにな。ハマらんか。で、これを、違う違う違う。あ、すごい、何このオーブ。かっこいい、なんかこれ、ポケモンのさ、何だっけ、ルギアの映画やったっけ。で、サトシがこの3色の玉置くやつあったやん。あれのやつにそっくりや。まだこれもうちょっとこっち側からこう持っていった方がいいよな。はい、炎のオーブ設置。あー、ヒーターかな。おー、ヒーター1個でいけた。じゃあこの左は何なんや。わーん、閉じ込められちゃったよー。いけ俺のビリリ玉、いけー、ダンダン。あれ、ダメージない、ダメージないんやけど。なんで俺の時はダメージあったくせに。エコヒーキぞーい、エコヒーキー、エコヒー。2階やな、これ。 B1 か。 B1 は別に何もないな。このまんま行っちゃおう。うわー、なんか下にもある、なんか下にもあるぞ。で、地下鍵があって、ここのレールがね、ないのよ。ここのレールがないんやけど、この火を埋めればいけるのか。あ、え、凍った氷のパターンもあんの。うわ、どうなんだこれ。あ、下に続いてるんや。え、どうもならん。あ、下に地下鍵あるわ。ほんで、へえ、じゃあ一回まず火からやってみようか。はい、こう持って、せつ、まあこれで上の部分は溶けて、はいはいはい、まあこれでええか。これでまた凍らしたらさ、全部凍るんかな、上だけ凍るんかな、どうなんやろ。はい、地下鍵、まあ登れるし登っていこうか、このまんま。はいはい、うわ、微妙なとこやな。いや、微妙なとこやな。いやー、微妙。こっからトッピューかな。あか、そっちじゃない、そっちじゃない。おー、なんかすごいとこ来た。これいいんじゃない、逆に。こうして。あかん、天井が低い。うわ、どうしよう。床ビュンかな。床ビュンで。あー、ダメだ。じゃあ、こっから水を蒸発すんのか。あ、ここで岩置いて、沈むの沈んでいったんやけど。ええー。これ消したいな。あ、あ、すごい。あー、ええー、なんでそこ行けへんの。もう一歩、もう一歩つければ。うまいこと登ってくれ。よいしょ。あれー、よっ、メガゾンめっちゃ下まで行った。これで上がってきて、来た。いやー、違う違う、タイミングやな、タイミングや。うまいこと乗ればいけるはず。手前から乗ろうか。ここ手前、いけいけいけ、よし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 。ちょっと強引やけど、
わー、霊気があるな。霊気は、あ、これと同時に、あん、もう行ってまい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 、もう強引こそ正義。これはこれちょっと強引無理やな。右から右からこう行こうか。はい。いやー氷のダンジョンでね、難しい。あー危ない。おーおー、いけるんかーい。難しいで有名ですからね。これ上からもうオンザゴーで行こうか。あ、氷のやつはあれ違う、これは別に消えるタイプか、普通に。なるほどね。俺が止めたんじゃないのか。ここ二段にして、二段にして床、うわぁ、マジか。待ってよ、こう三つ重ねて、床ビヨン三か。三、あ、ちょっと待って、なんか上にあるぞ。あれは取っとくべきやな。あ、入り口や。マジか。あ、でも宝箱か。オッケーオッケー。はい、しっかり回収。じゃあ、ここから、こっから右に床ビョンしたらいいんじゃない？あれ出れへん。雲にしようか。雲置いて、いけるやろ？で、床ビョンで、そう。きたー！これよ。いいね。そして、血かきがありまして、これ上行けへんかな。ベッドジャンプで、反対側行きたいな。ああ、無理な。じゃあ、まあまあ、ここやな。うん。対象のところにあると。ああ、ここにオーブがあるな。え、縦の軸で持ってこいっていけるんか？え、これどうやって登っていくの？あ、いけるんや。危ない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 。あ、これどうしよう。こうして。あ、いったいったい！で、空中のファイアウィズローブだけ出しといて。ちょ、こいつに守ってもらうわ。危ない！こいつやってくれ！ファイアウィズローブ！ファイアウィズ、ファイアウィズローブ何してんだお前！やってくれ！あれ、いけないんだが？何してんねん！あれ、ここは、じゃ、水で登っていった方がいいのかな？お、こういう感じだよね。はい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 、オッケー。で、右だ。出ました！アモスギミック！私はもうこれを学んでいる。なんでしかも同じギミックなんやろ。同じギミックは違うくない？だってもうこれ見たことあるもん。はい。オッケー。これ、血鍵かな？あー、すごい順当やで。ヒロインかなと思ったらさ、各回ほら、めちゃめちゃちっちゃいんよ。はい。あーっと、温泉使ってるやついるな。ここちょっとじゃあ、ボム銃使ってみる？いけ！うわぁ。いいね。あ、赤なった赤なった。激横ぷんぷん丸や。あー、怒ってみっともないぞい。はい、残り1匹やっちゃうな。はい、やべ、パワーがなくなっちまった。早くメガトンで潰してもらおう。よし、いけ、潰せ潰せ。バーンバーンバーン。これダメージあんのかな。逃げたらあかんね。はい、しっかり潰されて。はい、動いちゃダメよ。動いちゃダメよ。腕ブンブンのやつやんこれ。ほら、アニメでよう見るやつ。でもダメージないっぽいな。何が出るかな。地図かな。地図だな。あれ、え、B1 これだけ？この広い、この形は何これは。
あ、全部一緒の形してる？あ、全部一緒の形してるわ。ほら。え、じゃあ今までのダンジョンもそうやったんかな？ほら、全部この形なんよ。だからこの形の中で、任天堂さんは、この部屋を散りばめてるっていう感じなんやな。これ手抜きすぎん？これやりすぎやって。あー、でもこういってここ入って、でもじゃあ B3 がかなりでかいね。うん。ま、んで B3 終わったらもうボスや。オッケーオッケー。セーブポイント。なんか紫色やぞ、床が。はっ！何これ！スライム？何？喋る？喋らない。喋らないタイプ。よし、じゃあちょっとカラクリも使っていこうぜ、これ。あ、ま、なんか来てる、来てる。危ない。いける？あ！バカチロ、ダーン！退避！退避！よいしょ！いけ！何止まってんの？何止まってんの？退避退避退避！いやー！壊された！ちょ、カラクリこれ、どない使えって言うね、ほんま。あれ？聞かへん。ブニョーンって言ってる。じゃあ、溶かすってことか？いや、でも、温泉に使ってて今、のぼせてんねんから、アイスが効くんか？風呂上がりのアイスってことか？いけ。あ、効く！で、効いて固まったところを、粉々に砕くと。ほら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 。うぃー。はい、じゃあもう一回ね。はい、コール。一回でやりきらなあかんのかな？こうちゃう？爆弾かな？あれ？ダメージ入ってんのかな？ちょっとわからん。わからんが。よし。じゃあここで一旦爆弾のやつでやってみよう。爆弾のやつとかこれか。クリーピーナッツ。クリーピーナッツ。お、増えた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 、なんだなんだなんだ、待てよ、じゃあ、もうちょっと氷、ポンポン打てるやつがいいよな。はい、こうって、じゃあ、モリブリンでも行ってみようか。でも、日々入らへんな。あ、なになになになんか温泉ビームで溶かしてくんねんけど。なんやねん、こいつ。はい、こうった。はい、やってしまえ。アシストしよう。あ、増えたぞ、また。いやー、これなんか、もっとまとめてさ、こうなせへんのかな。あ、これでもいけるな。よし、これでいこう、これでいっていこう。これの方がいいわ。いっぱい出るから。ほら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 。で、これ回転切りや。やあ。やあ。やあ、やあ。やあ、やあ。いいぞ、これ。いけ、オクタラック。どんどんやってしまえ。なんかサザエみたいになってる。よしよしよし。はあ、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 あ、そこなんかうんちみたいになった。これはまんまうんちです。やばい、死んじゃう死んじゃう。やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。なんか活発になってるって。めっちゃ活発になってる。あ、これこれこれ、溶かすな溶かすな。溶かすな溶かすな。ひぃ、ちょっと待って。数多い方が厄介なんやけど、こいつら。で休まろう。よし、いいぞー。はい、しばけしばけ。はい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 。やばい、あいつら温泉に行こうとしてる。させるか、させるか。はいはい、凍らせろ。よし、やったぞ。いや、手強かったな。わーお、何かでかいのがありますね。なんか転がしていき的なやつやな。そして黄色のスイッチは初めて。なるほど。熱風を当てて、溶かしてこいよということやな。これは火にした方がいいんじゃない？そう、変わるっしょ。あれ？
違うな、一旦まずこれ火つけて、あれ左にやれへんねんな。一旦こっちかな。ちょっとこれで一網打尽にしてもらって、よし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 。これ取ってなかったよな。はい、ナメクジ、アイスラグ、家具みたいな名前してんな。あ、こいつ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 やってくれ、こいつこれ どうにかしてやりたい。いけ、やれやれやれ。あ、逃げる、逃げちゃう逃げちゃう。もう何としても何としても倒せ。よしよし、欲しい欲しい。これ強えよな普通に。もう目から出るビームで味方を援護する魔物、周りに仲間がいない時はおとなしい。へえ、遠距離攻撃でかいで。あ、でも3か。1やったらな、いっぱい出せてんけどな。こいつ1匹やとな、ちょっと使いにくいよな。まず右しか行けへんな。上しか行けへんな。ああ、ありますね。はいはいはい。こう持っていけって言うてんな。あ、じゃあ、ここモアで行こうか。モアと、モアとギーニレベル2。おお、これほら。めっちゃ守ってくれそう。守ってくれ。危ない。やってくれ。ナイス。いいね、いいね。みんなそれぞれやってもらって。よろしくお願いします。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。はい。あれ？よし。これ全部水になるのか？大丈夫か？あいつら。あいつら、急に足場なくなったけど。はい。よいしょ。あ、これでもいけたな、全然。ベッドジャンプで全然飛んでいけた。で、こっちもいけるようになったんよな。お、あ、てかこいつ初めてじゃね？これレベル2よな、多分。一つ目レベル2。待て待て、超好戦的なんやが、こいつら。あれ？あ、これジャンプじゃないといけへんタイプ？どうしよう。ベッドで、痛い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 。痛い痛い痛い、やめて。やめて。君たち強いよ、ちょ、こっち見ないで。こっち見ないで、そんな。やって、やって。ひぃー、ひぃー、ひぃー、ナイスナイス。さすがモリブリンレベル3。ティックタイトレベル2。攻撃的なティックタイト。やんな。明らかに俺のこと狙ってたもんな。はい、尿路結石。で、次は、この左側からやねんけど。あ、このスイッチ押せばいいのかな？うわ、アモスギミックや。アモスギミック、水中の巻。これ床全部凍らしたんやけどさ。え、どうなんやろう。いや、まず一旦左もいけるぞ。あ、これも凍らせられるわ、多分。こっちで。ほら。やんな、凍らせたらアモスギミック使えるから。ほい。こことここ閉じまして。はい。で、これ凍らしまして。そして再度凍らせると。いてつけ。よし。ここ。うわーっと、あいつはレベル3、2かな。さあ、やってもらおう。あ、増えた。仲間も呼んだ。ちょ、こっちから弓で、弓で応戦しよう。はっ、これ強い、これ強い。これ強い、これ強い。これ、呼べへんで。仲間呼べへんで。お前一人じゃ何もできひんやろ。なあ、田舎のヤンキーみたいなことして。俺たちは一人で強えんだぜ。よし、覚えろ、覚えろ。あ、別物や。レベル5。遠吠えでウルフォスを呼ぶ。あ、ということは、ウルフォス何倍やったっけ？ウルフォスが2やから、これを出せば、あと敵がおらんと呼ばんのかな？実質これもし2体呼ぶんやとしたら、コスト9出してることになるからな。あ、これやってみる？あ、すごいすごいすごい！あ、実質7や、これ。すごいぞ、7も出せる。
いいね。はい、まずこいつらやってもらおうか。あ、しかも氷効かへん、ホワイトルフォスやから。すごいすごいすごい。はい、あーでも水には弱いんな。はい、ここまで運んできたよな。で、火の状態のままってことやな。オッケーオッケー。じゃあこうしようか。はっ、危ない危ない。おい、俺はいいね。自己犠牲の精神はいい。なんでやねん。おい、なんでやねん。入ったやろ今。インチキすな。どこや、ここか。よし、燃やせー。さあ奥行ったぞ。来ました。そしてこっちに帰ってきて、次はここをもう一回燃やせばしまいやな。オッケー、はい、セッツ。来ました、音符溶けろ。それでは押します、ポチッとな。ピューン。あれ、あれ、あ、もう一回コーラスってか、こっち行ったっけ。あ、ここがボス戦か。はいはいはい。でもう一回凍らせなあかんぽいな。うわ、ここ一発で行ったりたかったのにな。やられたな。多分床だけ凍ってくれよ。せやな。はいはい、床だけ凍りましたと。はい、ポチッとな。よいしょー。あの右上のルピー気に…え、ちょっと待…ん？ん？ちょっと待ってよ、これさ、今右上のルピーがあるんやとしたらよ、これこういけるわけやろ。あ、ここ天井はできへんねんや。ここ直接行ってさ、もう雪玉ポンって置いたら終わりなんちゃうかなって一瞬思ってんけど、さすがに行けへんなってたわ。なんだ、行きたかったな。破壊したかったな。今回はくしくも全エリア回っちゃったということで。はい。綺麗に行ったね。氷のダンジョンらしく美しいダンジョンでした。それでは行きましょう。あ、お兄ちゃんや、やっぱり。お兄ちゃん、しばくぞ。うわ、顎でか。何咀嚼したらそんなことになんの。絵で見たお兄さんと全然違う。ゼルダ、この人お兄さんじゃない。誰じゃあ。はあ、右目と左目、大きさ全然ちゃう。ブフリブレイズ、カチカチなんやけど。なんかこれ頭じゃう。頭、ほら、頭入った。あー、危ない危ない危ない。あ、なんかいたよ。角やな、角いけ。わわ、すごいすごい、カメックスみたいになってる。はい、いけ、バーン。もう一回バーン。はい、もう一回バーン。まだもう一個あんのか。いいよいいよ、順調すぎて怖いね。はい、来た。ハゲ山になった。ホワイトルフォス行け。仲間を呼べ、仲間を。いいぞ。あ、2体出てきた。実質コスト9です。実質コスト9、強すぎる。これはすごいな。コスト9やりすぎちゃう。これマジで最強やろ、この魔物。ここに来てやな、ほんまに。あ、色変わった。アルバトリオンみたいなことになってるやん。アルバトリオンですか。じゃあ
水スライムはちょっと微妙やんな。いや正直でもこれアイスキース最強よな。いけ、ほら、なんか破壊光線打ってきそう。向きが悪い、向きが。よし、1個壊したぞ。他のコウモリじゃどうなんこれ。あ、これテクタイト使ってみようぜ。いけテクタイト。あ、効かへん、ほら全然あかん。あ、テクタイト、テクタイト大丈夫かお前。クソ、うちのテクタイトになんてことを。許さん、許さんぞ。はい、いいぞいいぞ。もう一回、よしよし、来た。そしてここはホワイトルフォース、仲間を呼ぶ行動。いけ、やっておしまい。私はこっから爆弾を、爆弾、ああ、あったあったあった、飛距離がすごすぎる。はいはい、どうだ、次どっち、両方とどろきショートになっちゃった。でも今は一旦アイスだな。はい、いいぞ。はい、どんどんいけ、どんどんいけ。じゃあ他の魔物も使ってみるか。ファイアビードロープ、こちらは攻撃力がすごいですよ。あ、色変わった。じゃあこうか、やばい。はい、お、ワンパンや、すごっ、さすがやな。やばいやばい、非弱点非弱点非弱点よ。あ、2体同時出した、すごーい、やるやん。はい、爆弾ドーン。はいはいはい、よいしょ。はい、終了。こいつ面白いボスやったな。で、ホワイトウルフォスが強すぎる、これほんまに。俺の相棒にしよう。さあ9になるよ。さすがにコスト5、え、コスト6なった、マジで。絶対5マックスやと思ったのに。じゃあ5と1が出せるのか。33もいけるしな。これ幅広がリングちゃう。姫巫女よ、そなたに我ら三女神のに自らの資質を示した。大いなる力への道を切り開きられたさ、霊木が見守る古き森へ向かえ。あ、ここであの古の森行くんや。なるほどね。なんか設置するやつなんかないかなと思ってたんやけど、これの玉や。はいはいはい、すべて納得だね。リンク封印されてんのかな。え、じゃあお兄さんどうやったん、どこ行ったん。取り考えてる。でも結局お兄さん帰ってきてないんだ。こんでがっかりするね。せやな、無に飲み込まれてたんかな、どっかいるかもしらんね。はい、でコストが6になったから、そう、ここら辺のレベル2も2体出せるし、これモアも2体出せるから、なんか自動照準レーザーが2つあるみたいなガンダムみたいなことになるわけよ。いやー、はい、ただいまー。一人どこに行ってたんだ、気がついたらいなくなってたから心配したぞ。ごめんね。お兄さんはどう、山のあちこち綺麗になった気がするぞ。え、二人が黒いのを消したのか、綺麗になったのも二人のおかげか、ありがとう。いえいえ、でもゼルダたち、コンデよりずっといい子だ。コルンでもゼルダたちみたいにいい子なら兄ちゃんに嫌われなかったのに。コンデ嫌われてない、元気なくす必要ないよ。
コンデのお兄さん、いつかコンデと一緒に冒険したいって壁画に書いてたよ。一番奥の壁画に入り口だったっけ。兄ちゃんはまだ冒険から帰ってきてない。コンデが見たのは魔物の後ろ姿。本当、本当か。お兄さんまだ帰ってきてないのに寂しくないの？がっかりしない？がっかりなんてしないぞ。冒険に行ってるってことはいつか帰ってくるってことだぞ。生きてたらな。じゃあ兄さんの帰りを待つんだ。兄ちゃんは絶対帰ってくる。いつまでも待てるぞ。けなげやな。けなげだ、コンデは。この作、この知恵の借り物の中で一番いいやつだ。コンデもゼルダとトリーが元気だと嬉しいぞ。どうやったらこんな心きれいに育つんやろな。日本にいる限り無理やんな、多分な。こう人里離れた山の奥で暮らしてないと、こういう心には育たんわ。ほんまにこの憎悪にまみれたこの世の中でな、無理やな。ほら、嬉しい嬉しいて。ほら、人のことでこんな喜べるんやで。すごいよな。心が痛いわ。心が痛い、俺。おお、やったー。今度元気になってよかった。お兄さん、早く帰ってくるといいね。そうだね。ゼルダ、女神様の言ってた古き森、僕どこかわからない。昨日行ったやろ？昨日行ったよ。何か知らないかな？あ！初めてのテロップ！誰？あ！なに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 ？ゼルダ！なにこれ？ちょ、出られない。トリー助けて！あ！なに？杖持っていかれた？いや、弾を持っていかれたんか？どっちや？はっ！私の偽物！どうやって作り出したん？三女神が認めた私なら大いなる力のもとへ行けるでしょう。なるほど、そういうことか。その姿はいつでも真似できたんや。ゼルダ、ゼルダ、起きろ。あ、ワープや、ワープ。お、ナイストリー。どこまで帰るんやろ。あ、ベッドや。心安らかなり。目を覚ましたか。ここはどこ？私の杖は？倒れたそなたをトリリ殿が運んでくれてな。目覚めるのを見守っていたのだ。何があったのだ？なんか私にそっくりのやつが出てきたのよ。話は分かった。三女神の告げた霊木が見守る古き森か。いにしえの森のことでしょうな。霊木とはあの森にあるとても大きな木のことではないかと。ゼルダ、ヌールはきっと最初からこうするつもりだった。ゼルダが大いなる力に近づく資格をもらうのを待って借り物のゼルダを作ったんだ。だから女神様を裂け目に閉じ込めて僕らをおびき寄せた。もっと早く気づけたらよかった。いや、トリは悪ないよ。悔しいですな。悔しい、そっか、こういう気持ちを人は悔しいって言うんだね。お、トリにも感情が出てきたんじゃない？すごく悔しい。このままだとヌールが大いなる力を手に入れてしまうかも。そうなったらゼルダと僕だけじゃなくてリンクの力もないと。でもそこ行ったらリンク出てくるんやろ。父としては本当にここに留まってほしい。これ以上危険な目に遭わせたくない。
かし、そなたが知恵の姫巫子だと分かった以上、国の王としての頼みだ。イニシエの森に向かい、勇者を探し出し、ヌールの企てを止めてくれ。お任せあれ、女女神行くわよ。さあ、と言いますことで、今回はこの辺にしておきましょうか。物語も終盤も終盤、大いなる力とヌール、ヌール、いきますかね。と言いますことで、次回はこちら、イニシエの森に行くところから、行きたいなと思います。